バカととと付きき合うななをを読んんんだのでいいつもながら興味深かったところをメモしていきますす著者は堀江貴文ささ西野明洋さんですね、えー、本を読む理由なんですけど、まあ、堀江さんと西野さんの、ねまあ、対談本ですので、まあ、読むしかないって感じですね。で、内容紹介をしますと、あなたは自由になるべきだ。なぜ自由でないのか。新時代を生きる28の最強の教えということですね。うんと、まあ、そう結論から言うと、この本はやっぱね、いいバカになるってことですね。いいバカになろうと。はい。でですね、うん、なあ、どこがいいかな読むとしたら。 うーんまあ、そう自由を邪魔する者とは、はい、バカな存在ですともう言い,切っちゃ言い切ってましたね、えー、バカはいつでもどこでもいるとバカな存在が人類文化の足を引っ張り続けていたしかし彼らを受け入れなくてはならないできることは僕たちにできることは2つだけ、えー、バカと付き合わないことバカにならないこと、まあ、バカにならないことっていうのがね非常に重要なんじゃないかなと思いました。 うんでまあ堀江さんのバカとの出会いってまあ全員バカだったみたいな感じで、ね、小学生はバカ、えー、同級生はバカ、教師もバカ、えー、父親もおはようバカと。で、進学校に行ったら勉強ができるバカがいたよと。で、東大に行ったら、えー、と飛び切り勉強ができるバカがいたよと。で、まあ、結局その、まあ、なんだろうな、勉強ばっかできるってことなんですよね。学歴エリートの本質的な得意科目っていうのは数学とか英語とかそういうのじゃありません。本質的な得意科目は従うことと我慢って言ってましたね。うん。で、あなたの近くにいる若者にぜひこう言ってあげてください。バカと付き合うな、すなわち学校教育と付き合うなってことですね。 さんは学校教育を結構否定します。否定してますよね。ま僕もなんですけど、えっとバカの特徴ですね。まあバカの特徴を。 うーん、言うとしたら。ああ、でもこれが一番良かったかな、えー。一つの仕事で一生やっていこうとする人っていうのはバカだって言ってましたね。まあなんか一つの仕事をずっとやるっていうのはなんかまあいいような気がするじゃないですか。まあ確かに職人クラスになっていくんだったらいいかもしれないですけど、まあサラリーマンとかね、会社勤めで一つのことをね、ずっとやるっていうのはね、あんまよくないですよね。で、一つの仕事で一生やっていけるのは天才だけだって言ってましたね。まあつまり一度っすよね。まあこの前辞めちゃいましたけど、まあ本当に才能がある人だけが、えー、一つの仕事でね、まあ、野球とかを一生懸命、一生懸命っていうか、 ずまあでもイチロー選手でさえ自分は天才じゃないとか言っちゃうからもうどうしようもないですよね。ね僕たちみたいなね凡人はまあ一つの仕事だけはやり続けれません。まあ、いろんなことに手を出していきましょうっていうことがまあ大事なんじゃないかな。まあ、特にこれからの時代はそういうことですね。 あとは何だろうなあと新しさばかり追求する人も面白かったですね、えー、クリエイターは何か新しいものを作,れ作ろうとしていくので時間が経つにつれて王道から外れて売れなくなっていくってことですねんまあこれはジャンプの漫画とか読んでたらそうですよね最初は王道で結構面白いんですけど缶、えー、がなんで増えていくたびに、えー、長くなっていくたびになんかちょっと難しい話に行っちゃいますよね。 で、まあ、その時の新しいっていうのは自分の中で新しいだけの話であって世間が求めていることとはめちゃくちゃずれちゃったりするんですよねまあクリエイターとしてまあそれが間違いというわけじゃないんですけどまあプロというとちょっと難しいかなって感じですねで真のプロとして名前を挙げたいのが秋元康さんと、えー、西野さんは言ってました、えー、自分の秋を理由に先鋭化してしまうのは三流秋元さんはアマチュア力を意識的に残しているそれがプロです、ね、といやーなるほどなと思いましたねうん王道確かにね まあ30まあ、秋元さんといったらその作詞家ですよね作詞家でさずっとまあ同じような、まあ、言い方悪いですけど同じような言葉を書き,続けて書き続けていったら飽きると思うんですよねでもあえて、えー、その秋というものを自分の中にまあ取り込んでそれをまあ売,れ売れるというか、えー、時代に合わせてちょっとだけ変えていくみたいなそういうことができるからまあ秋元さんはまあプロなんですよね。はい、あとまあどううだろうな、まあ、興味 がある人は読んでみてくださいということなんですけど、まあ、結局「いいバカになれ」ですね。はい、あで感想になんですけどその終わりにね西野さんが書かれていることが一番良かったかなと僕は思っててえ西野さんはね子供の頃毎日遊んでいましたカブトムシはクワガタを取ってセミを取って自転車に乗ってひたすら遠くまで行って漫才ごっこしてザリガニ釣りに行って魚釣りに行って全く釣れない日は川に飛び込んでって書いてあったんですよね。やっっぱこ、ね、こういういいいい体験があるてて人は強でですよね、うん、なんか、まあ、堀江さんんんかささにににしろ西野さんにしろろ西野の、ね、本を読れ ってことだったんですけどどうやったらいいバカににななれるのかなと思った時にやったやぱねこういいいいううう体験が強いと思いましたねこういうね子供時代に実、まあ、体験ですよねあのゲームとかその塾とかじゃなくてさこの、まあ、自然と触れ合うっていうんですかね、まあ、この普通の言葉になっちゃうんですけどとやっぱさ多くの人が塾とか行ってそのままなんかい,い,いい高校行っていい大学入ってっていう、ね、そういう OS をインストールされてる中でこの体験が気迫な人っていうのは多いと思うんですよね、まあ、僕も含めてなんですけど うーんザリガニが釣れるとこなんてなかったし、えー、カブトムシやクワガタがさいなかったし近くに、うん、川に飛び込めるような綺麗な川なんてなかったしみたいなねことで西野さんがなんでなんかこんななんか突飛な発想突飛な発想じゃないけど、ね、人とは違う発想というのかなそういう考えができるのかって言ったところにこういうのがあるんじゃないかなと思っちゃいましたまあ、これがあるこれがやこういう経験があるけどまあ、西野さんみたいになれない人っていうのも多いんですけどやっぱりね一つねこういう体験っていうのは非常に非常に強いというか大きい度 いいう感じが僕はしていますということで、まあ、今回終わりなんですけどあと、まあ、面白かったですね「うん、バカと付き合うな、まあ、いいバカになれ」っていうね、まあ、エールを送れる本なんじゃないかなと思いました。ははいそれでは